ポールバンはフランス奥下にー地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。最古に記された名は一世紀のポーショスベンナースであった。これらは県益港であると考えられている。あるいはウェヌスの港ではないかと考えられている。ベアール岬ポールバンの南側はスペイン国境に近い。コミューンの地形は山岳地帯で標高に大きな差がある。最低地点は 海面と同じ0メートルである。最高標高地点は655メートル、平均標高は328メートルである。地中海に面しており、海岸線は12キロメートルである。地質は主として形質であり、土壌は酸性である。薪はあるが、石灰質土壌に由来するギャリングはない。コミューンには海岸側を通って、 コリウールに通じる国道114号線が交差する。最も内側は国道86号線で、国道914号線は南のバニュルスシュルメールへ、そしてエルネウヤペル、ナルボンヌポルトボー路線が停車するポールバン駅がある。駅はコリウールやバニュルスシュルメールからの最寄り駅である。ポールバンには国際的な果物の商業港とマリーナがある。 最寄りの国際空港はペルピニャン・リブサルト空港である。次に 100km 南にあるジ郎なコスタブラバ国際空港である。ペルピニャン地方の気候は地中海性気候である。冬に霜が降りるのは年間4日程度で、夏は通常暑く乾燥する。北北西の方向からトラモンターヌ風が頻繁に吹き、夏に一定の新鮮な空気をもたらす。 ベルピニャンにおける年間平均気温は摂氏15.9度である。最も気温の高い季節には最高摂氏30度を超える。ルシオンの平野部はフランス国内で最も暑い地域の一つである。18世紀末に描かれたポール板港マリーナベアール鳥で起源前6世紀にフェニキア人がポールンとなる定住地を作ったという説が広まっている。この港は ルシオン発の商業校であり、東洋と西洋をつなぐ場所だった。しかし、何の考古学的根拠も証拠もないため、慎重に扱わねばならない。同様に、ギリシャ人が海に接した崖の上に、ギリシャにあったものと同じウェヌス神殿を紀元前7世紀頃に建てたとも言われている。ウェヌスは、ガリアの抵抗のためこの地に移され、これらの山の北側斜面に住む人々がオマージュとして、 ピレニエ山脈のウェノスとした。この説は、考古学者の指示を得ておらず、ポール・バンの名がウェノスに由来するという説だけ認定されている。ポール・バン級のナンパ船の発掘で、古代の神殿からの多くの建築遺構が発見された。これらが、ポール・バンで作られたものでないことは明らかだが、船の底にとなっていたものは、古代後期の宗教施設解体によって持ち出されてしまった。 したがって、ウェノス神殿が、ポール・バンの存在の証拠だとみなすことはできない。複数回、リシー・マールによる海中の考古学的調査が行われ、紀元後のポール・バン校の起源ではないことが示されたが、確かに、セリウリの行われるアンセ・ジャーブルは、ベアール・岬を渡っていく困難を抱えた船の退避所となっていた。岬の付近は強いトラモンターヌ・風で交渉することは、 困難であった。そして数隻の船は1世紀から5世紀の間、ベアールの恐怖と呼ばれた場所で座礁している。町は、その位置のために徐々に放棄されていったが、実際に消えたわけではなかった。1272年以降、アラゴン王ハイメ一世の意思で、コリウールのポール版という表記がされ、王自身が言及しているからである。コリウールとポール版は、 当時同一の自治体であったが、地理的に離れていたためその後自然に分離されている。不幸なことに、人々が町を捨てたことで状況が悪化した。1599年、港の機能工場のため改修工事が一世紀にわたって行われた。いくつかの通りの掘削、新築住宅建設、より便利にする岸壁や、不当の建設である。 スペインは1690年にポール・バン上陸を企み、1794年にはクワダテを成功させ、かつて一緒だったコリウールと共にポール・バンを支配下に置いた。彼らは同じ年のうちにフランス軍によって追い払われた。フランス革命時代の町の名はポール・ラ・ビクトワールであった。総裁政府の間、ポール・バンにはタバコ輸出用の関税事務所が置かれていた。 リオン湾の嵐に脅かされ、嵐があまりに早すぎて、セットやマルセイユの港に戻れない船舶に対する避難所を提供でき、北東のみに開き、ドックを保護する港は利便性が高かった。ポール湾は近隣の海岸に予定された船舶にとって良い一致だった。多くの船艦を停泊させるため新たな港を掘削する必要が1700年にあった。 しかし多くの困難から、最終的に建設が終わる63年前の1709年に国家が事業を投げ出した。正式に、ポール版がコミューンとなったのは1823年である。19世紀後半にベアールトリデが建設された。町の北にある岩の路頭のてっぺん、標高206メートルの位置、ポール版とポーリーユ油湾の間で、海の素晴らしい眺めがある。 建設の目的はフランス国境を閉鎖することだった。砦は20世紀までこの機能を果たした。現在も砦には軍が駐留している。砦はモンルイやコリウールの両方にあるフランス陸軍の国立コマンドを研修センターの生徒が研修する地となっている。沿岸砲兵基地が設置され、沿岸部の防衛が継続された。レティラーダの頃、 二隻の商業船舶アス二号、マレシャル・ヤウテ号が、ポール・バン号に係留された。船は、医療船となり、フランスへやってきたスペイン難民の負傷者の治療を、行った。1944年8月19日、ドイツ軍は占領していた、ポール・バンの武器庫や、弾薬庫を敵に渡す前と爆破し、町から退却した。最も危険だったのは、連合国軍の上陸を想定し、 港に機雷が設置されていたことだった。したがって、住民を町から退避させた後で、ドイツ軍は火をつけ、港湾施設や隣接する家屋を破壊したのである。ポール番号は、貨物中心の商業港として広く、世界に認知されている。特に、モロッコ、エジプト、キプロスのような地中海盆地諸国や、さらには、西アフリカ、南米。 南アフリカからの多様な果物や野菜が陸揚げされる。地理的に地中海盆地にあるため、フランス領北アフリカに最も近いフランス本土の港及びサンシャルル国際市場に最も近い港となった。特殊な装置、熟練した労働者がおり、ワン通行の競争価格の魅力もあって2008年に1年、あたり20万トン以上の製品を処理し、 売上高は4500万ユーロを計上している。2008年度のポール版に到着した果物は35万463トンに達した。2007年度に比べ19%増加している。2001年度に比べ181%上昇している。カメルーンやコートジボワールのようなバナナパイナップルのドライフルーツ生産国との貿易は貨物の90%を占める。 これらの数字が鳩場に直接アクセス可能な国際フルーツターミナルを17000平方メートルに拡張する原因となった。ターミナルは1万パレットをストレージする容量を持つ16カ所の温度制御された房を持つ。港の管理はペルピニャンピレネーゾリアンタル県商工会議所が行っている。商業港及びマリーナの委託業者である。 1969年以降漁港の管理も行っている。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降、INSEE。ありがとうございます。